最後の試合負けたっていうのが、その具志堅さんはアイスクリームを食べさせてくれなかったから負けたと。これ本当の話なんですか？これは本当ですよ。俺沖縄の試合勝っとったら、はい、熊本 山形まで決まってたんだから。ああそうですね、16回防衛戦まで決まってたんだから。皆さんこんにちは、内山隆のノックアウトチャンネルの時間です。本日はですね、大先輩でもある世界チャンピオンの日本歴代で13回防衛、未だまだ抜かれてない記録を持ってる具志堅用高さんです。どうもあだす。よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと具志堅さんのやっぱ皆さんまだまだテレビで知らない部分もいっぱいあると思うので、まあそういったところをちょっと引き出していこうと思いますので、具志堅さんぜひともよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあまず世界戦全部で14試合ですよね。13回防衛ってことは15試合か。ブスマン戦の最初の取った試合入れたら世界戦15試合かな。はいはい。その中で一番辛かった試合っていうのはどの試合ですか？やっぱり判定まで行った試合は意外とみんな、はい、辛いですか？あまり良くなかったね。11回防衛の大阪でやった試合も、はい、ああやっぱり やばかったな。あれもあれ韓国の選手なんですけど、はい、やっぱ15ラウンド やりましてね、はい、あれは最悪だったな、あのコンディション。コンディション悪かったんですか？大阪の計量後のあれ食べたのは何だっけ、うどん好きか、はい、うどん好きなんか、ね、鍋になんかすごいうどん入れていろいろなもんがあるじゃん、はいはい、食べ過ぎてね、あれ。あ、美味しくてですか？そうなんですよ。動けなかったね。 あとパノマのハイメリオスね、はいはい、うん、時もダメですか？うん、やっぱ強かったね。あ、ハイメリ要素を乗り越えて13回まで防衛できたかな。あ、うん、あの試合負けてもおかしくなかったね。まあ、あの当時はね、あのフライ級からしかなかったから、はい、階級も少なかったんですよ、でちょうど俺がデビューした頃、何戦かした時にフライ級から下に新しい階級ができたんですよ、はい、フライ級だったからやっぱり体は結構きつかったんじゃないですか、相手がみんな大きくて。いや、大きかったね。そうですよ、ね、ライトフライがあればもっと、ね、もっといけた自信ありますよ、ね、やっぱりあの体がね、一回り大きかったね。自分でも分かっていたんですよ、やっぱクリンチしても、本当にあのプロデビューした頃も体重50キロなかったんですよ。あ、44キロかな、はい、あ、じゃあ結構きついですね、ライトフライだと。新しい階級ができたっていうのは良かったよね、はい、うんうん。でまあ、あのちょっと遡るんですけど、うん、実はですね、僕はあの拓殖大学出身なんですけど、本当は具志堅さん、あの噂になると僕の先輩になってるはずだったんですよ、拓殖大学の。そうですよね。そうですよ、拓殖大学本当はもう決まってたんですよね、高校卒業してから。だから卒業式の前に、はい、手続きに来たんですよ、わざわざ、学校に、はい、でサインもしたんですよ、で寮も入ってるんですよ、はい、なんでこんなったんですか、拓大に。飛行場で捕まっちゃったね、羽田の空港で、はい、競泳ジムの関係者に、マネージャーに、はい、そのままジムに引っ張られたんですよ。それをもう拓大の関係者と思ってついていったら、拓大で先輩が来なかったね、向かいに。飛行場に。そうなんですか。これ拓大の先輩のせいじゃないですか。誰ですか、拓大の先輩。沖縄の先輩がいる、上津先輩が。いまだにですね、はい、拓殖大学のボクシングのOB 会とか、はい、ああいうとこやっぱ案内来ますよ。あ、そうなんですね。はい、一応じゃあ本当嬉しいですよ。一応じゃあ手続きだけはして、一応拓大の、うん、一応 OB にはなるんですね、やっぱり。いや、来るんで、ボクシング寮で、うんうん、いや本当にね、嬉しいですよ。あ、そうですか。だから先輩にいたでしょ、大久保、はい、大久保先輩、うん、いなかった。あ、大久保先輩まだ入ってないわ。入ってないです。じゃあ次の問題いきます。今現役のボクサーいっぱい強いチャンピオンいるじゃないですか、うん、戦ってみたい相手って言いますか、当時具志堅さんが現役だったら。やっぱりモンスターとのな、やっぱそうですね、井上尚弥は見たいですね、具志堅さんと。ですね、どういう戦いしますか、もし試合決まったら。やっぱり距離取りますよね、うんうん、自分からは行かないですね。あ、そうですか。井上は強いチャンピオンだから、はい、1ラウンドから多分もうすぐ仕掛けるタイプじゃない、それをマークだからやっていくかっていう、うん、まあ、はまったらもう倒される、はい、それにはまれないようなボクシングをしてるっていう。だから今までやっぱり戦った相手みんなそうなんだよ、はい、1、2ラウンドにこのグローブ合わせたらやばいっていう選手いるわけですよ、
それをマーク持っていって、うん、まあ、判定でもいいからっていう感じでも、うん、やっぱり持っていくんだけど、そうですね、うん、まあ、そういう時はやっぱり15ラウンドは戦ってるね、はい、行きそうな選手はこうなんか見えるから、うん、スローに見えるからパンチが、だ井上君の場合は速いと思う、パンチが速いですね、うん、私あの小学校の頃から見てるからさ、じゃあもしその時に試合が具志堅さんピークの時で決まるとなったら、勝つ確率、あの自信は半々でしょ、半々、俺倒されるかもしれん、でもすごいですね、うん、倒されるね、彼、うん、のやっぱりライトフライ級の時、はい、あらすごい、彼、うん、ライトフライからスタートしてるでしょ、はい、彼はかなり防衛するなと思ったもん、俺は、だけどこんなに体が大きくなるとは思わなかったね、うん、そうですね、骨格、うん、デビューの頃はまだちょっと細かったですもんね、いやいや本当にだから、うん、フェザーグレーの体らしいよ、ね、はい、今もね、しばらく負けないでしょうね、もう、うん、うん、まあ、まあ、前コンディションを持っていけばね、はい、うん、だから彼はやっぱり一度戦ってみたい相手だよね、ああいうスタイルは。じゃあちょっと次の質問いかせていただきます。じゃあ、あのよく噂に聞くんですけども、最後の試合、うん、負けた、うん、っていうのが、その具志堅さんはアイスクリームを食べさせてくれなかったから負けたと、これ本当の話なんですか。これは本当ですよ取り上げられたのよ、はいはい、沖縄の試合だけ、はい、なぜ取り上げられたかっていうことなんだけど、はい、普段の試合の時に計量の時に食事には会長っていうのは来ないんですよ、はい、沖縄の試合の時に来たんですよ、うん、会長が、はい、その時のテーブルの上にも食べるのがもうみんな準備されてるんですよ、はい、当日計量だからもう一気に食べなくちゃいけないんですよ、そしたらこうアイスクリームがもういつ食べようかなってずーっと待ってる時に、はい、来たのよ、会長がもうチェックしてるわけなんですよ、はい、まずもう食べたいもんのアイスクリームを取り上げられたわけですよ、あ、それはもういつも毎回食べてたんですね、アイスクリームを毎回ですよ、だからあ、それがもう自分の中のだから、そうなんですよ、普段の試合ない時も練習終わった後大抵冷蔵庫に、はい、冷蔵庫置いてあるもんで、沖縄だけ食べなかった、ね、理由は、ね、なんか沖縄だからっていうわけですよ、だから気候とかあるから、はいはい、あんま冷たいもの食べるなと、だから最高に食べたかったアイスクリーム、うん、あ、じゃあそれでもう気持ちが乗らなかったんですか。乗られてるかもう、もう半分試合終わったと思ってもだからもう試合あれ見ても分かるけど7回でもう終わっちゃってるんですあれ試合、はいはい、7回からもうバーッともう落ちて手も出ないんですよあれ、うん、もうフットワークも使ってないんですよ、はい、でボコボコもう攻められてるんですよずっと最後まで、うん、はい、でやっぱり11回にもうダメだってもうセコンドで行ったはっきり、はい、でももうまたもう1ラウンド頑張れって言って言ったけど、はい、12ラウンドまで行ったんだけどやっぱりタオル入ったもんね、情けないですよ、本当に情けない、まあ、そんだけやっぱりアイスクリームはメンタルにだいぶ重要だったんですね。そういう、もう気持ちのもうこともあったね、やっぱり、はいはい、今まではやっぱり食べたらなんかもうすぐ試合に上がりたいってあるんですよね、はいはい、こうね、それがなかったですね、その時は全くないですね。で俺自分の話になるけど、俺沖縄の試合勝っとったら、はい、熊本山形まで決まってたんだから。ああ、そうですね、16回防衛戦まで決まってたんだから、もう場所も、はい、契約交わしとったらしいよ。あ、そうなんですね。そう 15回防衛の沖縄にだから熊本の工業の人が来たり、で 16回防衛は山形、うん、こんなに組まれてたら僕年間もう3回4回やるっていうのは、これじゃもうボロボロになるよね。体壊れますね。だからあそこでだから沖縄のアイスクリーム食べとったら20回防衛したわけですよ、はい、俺もうまたね、これ日本記録がまた誰も手の届かないところに行っちゃいますね。まあ、これはしょうがないよな、はい、他に何かあるんですか、はい、面白い話じゃないですか。面白い話これもみんな知らないかな、うん、うん、俺がやっぱり引退決意したのも、はい、なんか理由があるんですか。やっぱありますよ、うん、ガードが硬い勝てるけど、どっちかが死んじゃうんですよ俺は自分でかあの買ったっていうんじゃなくて勧められたんですよ。マンション買いなさいって、はいはい、毎
試合終わるまで、はい、いえいえって言いながら、はい、トレーニングして走りながら、はい、よし、2つ、はい、